かもね、最近まだ生まれたばっかりの子供たち発見結構この子たち自由に動くわわりかしやっぱりね、結構自由にね動いとるなって感じすごいね、でも可愛いね、やっぱりね。まだね、本当に最近生まれたばっかり、1週間もひょっとして経っとらんのかなって感じだね。でもね、お母さんが動くと一生懸命動いとるね。お母さんからはぐれんようにとは思っとるみたいだね。すごいね。わりかしね。あ、こっちの方までね、来てくれたね。結構こっちの方まで来てくれたけど、また戻ってきましたね。お母さん静かに見守っとるけどね。わりかしね、自由にね、結構自由に動いてますね。今日ね、川をね、川のところ歩いとんだけど、すごい綺麗なね、夕日だなと思って。もうね、カボちゃんたちには会えんかな、ね、帰り道なんだけどね、また3羽の子供の親子と会いました。すごいね、この子たちほんと自由なんだわわりかしね、物おじしないというかねマイペースというかね、なんというかね結構わりかし近くまでね、来てくれましたね。まだね、ちっちゃいで可愛いね。お母さんね、羽がね、そんなにね、年季が経ってないように見えれば、まだ若いお母さんなのかなと思う。わりかしね、もう抹茶色だったりとかすると、わりかし、年月の経ったカモちゃんかなと思うけど、このお母さんね、わりかしまだ羽がね、すごいね、黒い方って言ったら変なんだけど、だからね、わりかし若いのかなって感じがするね。ここから2匹、違うカモちゃんたちが来ました。どうするかな、どうするかな。止まったね、あの子たち。お母さんどうするかな。おー、ちょっと U ターンしましたね、2匹のカモちゃんたち。でもこのお母さん、わりかし、もっと威嚇するかなと思ったけど、そうでもなかった。こっちのカモちゃんたちもまた、カモちゃんたちどうするかな。お母さん、ゆっくり攻めていくって感じ。ゆっくり攻めていくって感じかな。どうするかな。おー、結構、やるじゃん、このお母さん、なかなか。やっぱりね、ひなたち守らなかんでね、子供たち守らなかんでね、静かに威嚇したね。すごい勢いでって感じではなかったけど。やっぱりね、頼もしいね。母は強しだね。母は強し。仲良くね。でも人間はね、すごいね、怖がってないね。私のことね、別になんかすごいね、遠ざかってくってわけでもないからね。人慣れしてるお母さんなのかもしれんね。ほんとかわいい、ちっちゃい子たち。お、また来たぞ。また来たよ。どうするかな、お母さん。お母さん結構静か。おー。なかなかお母さん、あれだね。静かに威嚇するね。子供たちはね、ここでおとなしく待っておりますね、お母さん。わりかしね、おとなしそうに見えるけど、結構、やるときはやるって感じかな、このお母さん。おー。ね、さっきの2羽で飛び立ってたね。ここはちょっと通り抜けできないなと思ったらしくてね。このお母さんがおるもんで。この子たちがおるもんで。飛んでっちゃいましたね、今ね。なるほど、そういう手があるか。また来るね。じゃあね。バイバイ。ね、フラミンゴたちとね、一緒のね、中にいるね。カモちゃんたち。この子たちカルガモじゃないよね、多分ね。あっちにもね、なんかカモちゃんおるね。なんか、ちょっと変わった形のカモちゃんがおる。この子たちはね、首が黒くって、なんかすごい仲良さそうだね。